刀鍛冶、月光随筆稲葉山、昭華寺尾形月光。三条宗近が稲葉明神の化身と共に作刀する、洋曲、小単野を題材とした物刀工は、刀剣、特に日本刀を作る職人のことである。単野の技術を用いることから、北江人、北江市、刀鍛冶、刀昭、刀舵などとも呼ばれる。統括団体である。 一般社団法人全日本党紹介では、解明である党賞と刀鍛冶を使用している。ホームページでは投稿に統一する。刀剣を製造することを担当と言い,い、担当される場所、地域を担当地という。また、担当地及び、担当技術や特徴を同じくするものを刀派、流派、投稿群、投稿集団と呼ぶ。日本党の作り方の段階に本党を作るには、数段階あり。 それぞれの段階の職人がいる。鉱山紙鉱物を掘り出す、んなし砂鉄を採集し砂と分けるたたらし、たたら吹きの一種たたら製鉄し砂鉄を溶かす山頃の、火のための炭を焼く刀鍛冶、マイナス鉄を製品に加工する掘りし刀に、盆地や装飾図を掘る鞘師しから刀に合わせて、鞘を作るとぎし出来上がった刀を研ぐ工義には常期、すべてが投稿とも言えるが、 本校では主に刀鍛冶について述べる。日本刀は、慶長以前を古刀器、以降を新刀器に分けられる。また、刀工の流派で記載するのが、五花伝と呼ばれる五大刀工流派があり、両政国の山和国、山城国、備前国、相模国、美濃国を発祥とし、それぞれ山和伝、山城伝、備前伝、総州伝、美濃伝といい、 さらにそれぞれの流派が将軍類されている。これらを系統付けたのは、代々足利将軍家に仕えた都ぎ士で、豊臣秀吉以後は、刀の官邸も務めた本網家であり、最終的に本網公村がまとめ上げた。五家伝の投稿数は、備前四千五、美野千二百六十九、大和千二十五、山城八百四十七、総集四百三十八であった。ここでは、 五花伝のうちの主な刀派と国宝、重要文化財に指定されている代表的な刀匠を中心に記載する、上古、編集古事記や日本書紀などに記録されている神代から奈良時代まで。祖心、天の間一つの人刀匠の祖心は、日本書紀に高見結び人が大物主身に御琴の利した段に見られる、天の間一つの神。 古事記店岩戸の段で、思え謹慎に呼ばれた期待人天津浅ラと、同一神との説もあるが、天村雲剣を、天照ス大臣のために作ったと伝承されている。この剣は、神童大十二代、慶光天皇の御子日本穂高の草薙県で、厚田神宮のご神体として伝来されている。脇田江部の天神神村、日本初期。 水聖天皇記に鹿をいる矢尻を作らせる記事があり、植生としての単野が伺われる。立刀廃部の川上辺の日本初期、水人天皇記に五十刑事期の地は立刀廃部の川上辺の二千ぶりの剣を作らせた。半期耐の託祖、古事記、王神天皇記によると、九だらの将校が和に吉氏に単野の託祖を献上した。金将校は七死等を、 神宮皇后時代に献上している。天国名づくしには、大宝年中に作刀指名を切るとある。道書には、次の順序で、神与の丹野を記載している。富士と国重、天国、天富士、海中など、平安時代、編集大道元年から樹永2年まで。坂の上の田村麻呂の江戸征伐、藤原秀里、平高持、源常元ら武士の台頭、総平。 上平天行の乱、自称、樹英の乱などの時代背景から、湾東型で、新鉄を入れた担当による強人でしなやか、かつ信仰の対象ともなる、日本刀の誕生はこの頃であると言われている。小柄す丸は、平定盛が平野正門の乱を、天行三年に平定した、宝庄の刀と伝承されており、丹蔵の特徴から、平安時代中期頃の山和丹也の作と見られている。 製鉄技術は当時貴重であり、租税として製鉄品が朝廷や寺社が取り立てており、自然と陶工の活躍地域は近畿地方、もしくは製鉄の産地から始まった。最も古いと見られているのは大和国に起こった大和電で、続いて山城電、備前電が起こったと見られている。この三伝棒が今日に至るまでの刀剣政策の基本的な技法となる。 特に、大和殿は、奈良時代より奈良を中心に、各地の自社領へと広まったため、その影響下にある投稿は多い。各地の伝亡、流派、著名投稿鎌倉時代、編集合老、政宗、刀冶、元略元年から現行三年まで、鎌倉幕府が、総集鎌倉の地で起こり、京都中心の全政治体制から大きく転換。全時代から方がの見られた、 武家社会が本格的に始まった。依然として、製鉄産地での刀剣政策が主流であったが、鎌倉の地にても刀剣政策が始まった。幕府が各地の著名校を集ったと伝わり、備前から福岡一文字のスケザネ、備前サブロ国宗京都から淡田口登録左根国綱、神道五国光が赴いた。鎌倉で刀剣研究が行われる一方、 上級の乱を引き起こした後鳥羽上皇は自らも作刀し天皇家に仕える武家に立ちを与えた。これは五番丹屋制度と呼ばれ月替わりで京、備禅、備中等の著名投稿を招いた。茎に十六葉の菊門が彫ってあることから菊五作と呼ばれる。上級の乱を猛古襲来があり大鎧対抗を前提とした 重厚な刀剣の姿から反省を生かし、今までの刀剣の姿に改良が加えられつつ、南北朝時代を迎えることとなる。鎌倉で作刀が始まったとはいえ、鎌倉時代の主力産地は備前であり、鎌倉で新たに起こった、総集伝は次の時代にその特徴が全国へ広まることとなる。主な流派南北朝時代、編集兼務元年から明徳4年まで。 五代醐天皇の兼務の申請は、足利高氏の離反で南北朝の総乱として60年続く。東欧計は郵送で実用的な総集伝が全国へ普及した時代でもある。主な流派室町時代、編集東計史では、前期を王英元年から文章2年まで、後期を王人の乱から文禄4年までを戦国時代としている。 南北朝の戦乱が終わり平和な時代が始まり、五番丹野様式の優美な作が増える。刀方法が変わり、刀とき差しの二本を指すようになった。また、美前伝が全国へ普及した時代である。主な流派戦国時代、編集、応仁の乱から文禄4年まで。慶丹野は応仁の乱により、地方へ移住。注文刀とは別に、 応仁の乱と、大民貿易により大量の刀剣が必要となり、数打ち者という蘇生乱造刀も出現した。後期には、伝統古法の技術の推備ともなった。主な流派形長元年から現在まで。さらに、安長以降を、サラサラ等、大正以降を現代刀と細分している。江戸時代前期中期、編集、織田信長、豊臣秀吉。 徳川家康等が統計を政策的に利用したことで投稿の地位が上がった。また運輸交通の発達による砂鉄の確保、南蛮鉄の利用などにより、担当法が変化した。梅田赤都市は、古山城、宗地下の抜村を名乗り、綺麗な地鉄による作刀を行ったため、厚生古根端や名、早見出で浸透の祖と呼ばれている。その後、漢文浸透の時代を経るが、その後、 原禄時代では最も衰微した時代となるが、徳川吉宗が、教法6年、全国から名校を集め担当させ、一平安大、門戸生成期をし、新国重法に一つ、青い門を許可し、勝負を推進し、次のサラサラ陶器へ向かう。主な流派サラサラ陶器、編集安永期から、明治末期頃までを言う。サラサラ陶の疎水。 新古正秀は南北朝を理想とし古伝模倣を推奨し復古当前制となった。また、幕末の施錠により刀剣の需要も増えたため刀工も増加した。しかし、明治9年の配刀令で刀工が激減した。しかし、配刀令には軍人の軍刀は認められており、また、明治天皇が刀剣に趣味があり、提出儀原因に、 ガスさん定一及び宮本金則が選ばれるなど、担当技術の保護育成もあった。主な投稿現代刀、編集昭和6年の満州事変以降、軍刀需要が増加し、昭和8年、栗原彦三郎の日本刀鍛錬練,練習所、同年安国神社に日本刀鍛錬会が設立され、投稿要請に力が注がれた。昭和20年の終戦で、 武装解除として GHQ は赤羽に数十万口の刀剣類を没収には法律により関連の美術館、博物館で展示されている刀剣の制作も禁止した。その後関係者の努力で昭和29年に第一回新作刀剣が開催されるなど伝統的刀工育成、増加させる試みがなされた。現代では美術品として扱われるため刀工は 武器職人ではなく芸術家とみなされているが、真剣は武器にもなり得るため、国家資格が必要となる。重要無形文化財保持者登校になるには、全日本投商会の投稿資格を有する登校の元で5年以上研修し、実地試験として文化庁が主催する美術刀剣刀稿技術保存研修会を修了する必要がある。ただし、現代では刀の需要が少ないことから、 多くの投稿は、経済的に苦しくで死を取ることに消極的なものが多いため、幸運や紹介者に頼らないと入門先を探すのも難しいという。従来は死亡者が自ら探していたが、連絡先が見つからず全日本当稿会への問い合わせが多くなったため、死亡者向けの研修会を開催して対応するようになった。死亡者向けの研修会では、 登校の体験や修行中のものから話を聞くなどし、希望者はさらに登校の下で体験入門もできる。なお年齢や金属加工の経験などは問われないが、登校の学べ順定は高卒の18から20歳が適しており、25歳が上限ではないかとしている。登場資格は国家資格であり、資格がないものは刀を作れないが、登校は 個人事業主であるため研修中は無給で国家試験は8日間の実に独立開業には1000万円ほど必要になるなどハードルが高く研修を続けられないものが多いこのため1989年に300人いた投稿は2017年には188人に減少しているまた購入者の開拓も必要であるとされる日本製功書室蘭製作所では 担当技術の継承を目的として、敷地内に随戦担当所を設置し、投稿を社員として抱えている。投稿資格は日本の制度であるため、海外では刀剣職人が日本刀の製法を取り入れた模造刀を作ることもある。コールドスチールでは炭素鋼を使った日本刀風の刀剣を販売している。ヒヨトの塊から鋭利な刃物を作る技術者である彼らは、 しばしば神秘的な存在として見られた。例えば、正宗には、刀の切れ味を決める焼き入れの際の水の温度を知ろうとして、水に手を触れた弟子の手を切って落とした、正丹や、宗近の小絹丸には、稲荷大明神の化身が作刀を手伝ったなどの逸話がある。他にも、伝説上の刀工、天国は、日本刀剣の祖とされ、平家十代の宝刀、小烏丸や、 江戸亀戸天神の封建も天国の作と言われる。特に後者は一度将から抜き放てば必ず豪雨を呼ぶという逸話も残されている。また、日本の古い物語上で土雲あるいは鬼といった妖怪として退治されていった者たちはこの製鉄に関わる者たちであったという説もある。信仰の中に火男がおり、天の間一つの陣や一つ目小僧、 サンバとの関係も論じられている。ありがとうございます。